膝、腰、股関節の不調をこれで改善ということでお話します。膝の不調、腰の不調、股関節の不調、ある箇所を伸ばすと改善することが多いんです。それはどこかというと、内ももなんです。内もも。ですから内ももを伸ばしていくこと、開脚です。開脚をやることにより、膝や腰、股関節の不調が改善することは多いです。開脚のやり方をお教えします。どのようにやるかというと、まあ、足を開くんですけども、開くときにポイント3つ、まず1つ目姿勢です。もうこう前傾して広げればいいかってお考えになるかもしれない。そうしなくてもいいです。姿勢を正す、背筋を伸ばしてください。この状態でイメージ、頭が天井に引っ張られているイメージで座ります。こうではなくこのような形で背筋を伸ばします。それが一つ目。二つ目、足首なんですけど、足首を、このような状態、足首ピシッと反らしてください。足首を反らすことにより、よって、より内転筋にテンションがかかって、開脚しやすくなる、開脚に対してテンションがかかります。そして三つ目なんですけども、三つ目は、やりながら、この内ももを、自分でさせてください。そうなることでこの内ももの筋肉緩んで開脚しやすくなります。でこの状態で開脚を、30秒から1分、まあ、もっと長くてもそれに越したことないですけど、これやるといいです。それにより内もも伸ばされて、膝の不調、腰の不調、股関節の不調を改善されていくことがあります。そしてこの時に大事なのは、痛いのを無理してね、ファーってやらないでください。力士はもっと開くからって力士の真似はしないようにしてください。力士はもうね、心の部分一回切っちゃいますけど、強引に開いて、それってめちゃくちゃ痛いんで、痛いのを我慢してやると脳が攻撃されたと勘違いして逆効果になります。ですからそうならないレベル、伸びてきた、来た伸びてでも痛いな、ちょっと痛くないかなって、そういうもう痛くないレベルでやるようにしてください。心地よくやってください。そして毎日続けましょう。続けることが大事になります。しっかりと背筋を伸ばして、足首を反らして、内ももをさすりながら30秒から1分の開脚を毎日継続してやってみましょう。それにより開きも良くなってくるし、腰の調子も良くなるし、膝の調子も良くなって、股関節の調子も良くなりますので、ぜひぜひ、そういったことでお悩みの方、この開脚のストレッチを取り入れてみてください。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。